心配してるのよ。うわー、大きいねー。それ食べるの？大地くんが。なんでうちが食べなきゃならないの？え、僕が食べんのこれ？そうだよ。嘘でしょ。なんでうちが。なんで？もう一回洗って、ちょっと貝のあれ入って。牡蠣だ、牡蠣を、天然の牡蠣をゲットした。これこそサイズが。ちょっと待ってね。でもちびっこ女子の小指だとちょっとわかんないんじゃないの？多分これは、画面越しだとちょっとあれだから、1、2、3、3センチぐらいあるんじゃない？うん、じゃあ洗います。ちょっとしたあれだね、アサリの殻ぐらいだね。カモン。うわー、これね、こんな時に限ってこの体勢がきつい。いってオーケー、マジで。じゃあいただきます。どうぞ。乾杯。チャティーン。あー、落ちる。あ、あー、うまい。うまみがないね、なんかね。取れないかな、これ欲しい。これがでかいのよ。あ、割れた。でも牡蠣の味はするよねえ。でもこれさ、見てこれ、ほら、こんな川のすぐ下、川だね、これはね。あっちの方が海なんだ、実は。向こう側ね。なかったね。よし、引き続き調査を行いたいと思います。では行ってみよう。一人かい。ボーン。